マッサージ、エステ、ネイル、高級ブランドのバッグや時計、セルフケアという言葉を聞くと一見こういったものを思い浮かべがち。ただセルフケアの歴史をたどってみると意外と面白いことに気づく。セルフケアの起源は20世紀前の時代に遡る。その時代、セルフケアもしくはセルフガバナンスという言葉は植民地を支配していたイギリス帝国をはじめとする西洋文化を一番優れたもの、正しいものとしたコンセプトであり、彼らのするファッションスタイル、ライフスタイル、考え方などの西洋文化が支配された国に強制的に適用されていました。しかし60年代70年代に入ってくると、アメリカをはじめとし市民権運動や女性運動を通してじわじわとセルフケアは独自の文化を称える政治的活動の一つとして広まっていきました。そしてサンフランシスコなどのヒッピーエリアに届くと、ウェルネスやライフスタイルなどのコンセプトと合体し、現在使われている意味に近いセルフケアという意味が出来上がりました。そんなセルフケア、日本に入ってきたものはいいものの、企業やブランドなどのプロモーションにことごとく使われまくり、自分へのご褒美に高級バッグや時計、エステ、ネイルをなんてラグジュアリーなイメージがありまくりのセルフケア。でも私が思う本当のセルフケアは、自分と向き合い、ベストな自分を引き出すために心と体両方をケアしてあげること。お金のかからないセルフケアだってもちろんある。というわけで今日このビデオでは、今日からできる、そしてあまりお金のかからないセルフケア12個を紹介していきます。1、エクササイズ。Yes。一見セルフケアとは関係のないようなワークアウトだけど、人生100年時代、今若いうちに生活の中に運動を取り入れて衰えにくい体づくりをすることも立派なセルフケア。運動すると血流が良くなって気分も良くなるしね。走るときはだいたいナイキのアプリを使ってます。もちろん音楽も忘れずに。3、ヘルシーな食事。体に取り入れたものが私たちの体になる。悪いものを食べると体に影響が出て気分が悪いし、いいものを食べれば体の調子も良く出てハッピーになれる。今更って時代遅れ感満載だけど、最近グリーンスムージーにハマり中。4、モーニングページ。モーニングページは朝に行う3ページのコンシャスライティング。いろんな感情や思考でカオス状態の私たちの脳内をすっきりさせてくれる効果がある。モーニングページの詳しいやり方についてはモーニングページのビデオを見てね。5、ティー。私苦いコーヒー飲めないので、カフェオレ、チャイラテ、ティー、この3種類のドリンクをよく飲んでます。カフェ大好きなカフェ族なので、結構な頻度でカフェに行って仕事してるよ。そしてこの日のお供はミルクティー。6、読書。小学生の時から読書が好きで、小学2年生でランドセルに入りきれないハリー・ポッターの本を手に抱えて投稿してました。本から学べることは本当にたくさんあって、読むだけでなぜか人生の勝ち組の気分になれるので、読書は本当に良き。ちなみに読んでる本は、フランス人は年を取るほど美しいという本です。7、整理整頓、掃除。サッカー選手の長谷部さんが出した本、心を整えるという本の中に、人生の半分は整理整頓であるっていうドイツのことわざが出てきて、すごく心を動かされた。掃除するとすっきりするだけじゃなくって、生活、仕事の中にいいバイブスやいいリズムをもたらしてくれるから、生産性がすっごく高まります。1、スマホ、デスクトップの中の整理も忘れずに。 SNS の整理も今はすっごく大事。興味のないアカウント、ネガティブにさせられるアカウントなどを積極的にアンフォローしていく。これは SNS 疲れしちゃうって人にすごくおすすめです。9、自然を感じる。人間の文明から離れた自然に触れると、自然からのエネルギーをもらえてポジティブな気分になれる。ストレスが溜まった時やあまり気分が上がらない時こそ、家の外に出て少しでも自然を感じるようにする。10、お風呂。日本のお風呂に浸かる文化ってほんと最高。お風呂ではラッシュの入浴剤ではなくて市販のやつ入れて音楽聴いたりポッドキャスト聴いたり本読んだり、これぞ私だけの時間って感じで日本にいる時はお風呂生活楽しんでます。11、匂い。大人になってやっと分かった。匂いってほんと自分の心、体に影響する。部屋を黒くしてキャンドルつけるだけでいい香りがしてきて、だんだんキャンドルの溶け具合が自分のストレスの溶け具合に見えてくるレベルでリラックスする。12、はい、メディテーション、瞑想。瞑想のやり方についてはたくさんの方法があると思うけど、私はHeadspaceっていうガイドしてくれるアプリを使ってます。言葉にするのは難しいんだけど、瞑想するととにかく落ち着いて現実的になる。だけどネガティブじゃなくて、ちょっと言葉にするのは難しいから瞑想についてはまた別にビデオを作ります。以上、これが私のリアルなあまりお金のかからないセルフケアシリーズでした。私もまだまだいろんなセルフケアの方法を知りたいので、私こんなセルフケアやってますって人はコメント欄でぜひシェアしてください。じゃあ次のビデオでお会いしましょう。Thank you so much for watching and I'll see you soon. Bye!